突入。誰もいないみたいだぜ。クレティア女王もミニアさんのお姉さんもこっちの方にいるはずなのよね。ええ、占いでは確かにそうなんですが。下がれ。何なんだ。うまくかわしたようだね。クレティア女王。え、あの人が。おやおや、お前はジャイワールの王子様。牢でおとなしく頭を冷やしていると思ったが。頭を冷やすべきなのはあなたの方だろう。一体この俺に何の非があるというのだ。わらわは全て知っているぞ。お前たちジャイワールがオレンカと結託して我が国を攻め滅ぼそうと企んでいることくらいな。なんだと。誤解です。私たちはそんなこと。お黙り。薄汚い暗殺者ども、密かに我が国へ侵入しわらわの首を取ろうとしていたのだろうが、そうはいかないよ。牢を出しわらわの部屋に押し入るとはもはや疑う余地もない。ここで一人残らず死んでもらおう。みんな後ろだ。みんな私は女王様の命を狙うとは不届き千万。覚悟するがいい。その醜い姿、この私が美しく散らせてみせましょう。鉄椎よ、女性の鉄椎よ、女性の裁き、女性の鉄椎よ。通じぬとは。女王様、申し訳ございません。ほう、思ったよりやりおるわ。ではあやつの力を試してみるとしよう。さあ、さすらいの踊り子よ、契約にのっとりわらわのために戦うのだ。あら、いきなりの呼び出し。あんま、人使いの荒い女王様ね。戦うしかないですね。まさか。
かマーニャさんと戦うことになるとは思いませんでしたが。任せとけ。そういえば以前マーニャさんに貸した400ゴールド返してもらわないと。さすがトルネコさん、商人のためにお金のことは忘れないんですね。なんてどう、楽しみはここからよ。ジャオ様よろしくね。出番ですかな。よくね。わらわの力受け取るがよい。とっておきの女性の手水をまさか。皆さん危険です、防御してください。ドラゴラム、決まった。何よあれ、逃げ込む場所もないのに夢の避けられっこないじゃない。確かに防御するのとしないのじゃ大違いだ。ありがとうな、モミロン。なんだこの、これでもう一踏ん張りするのだ。任せてくれ。任せて。やるじゃないの、そういう姉さんこそ。やめたっと。姉さん、これ以上やっても疲れるだけだもの。今回は特別あんたの勝ちってことにしてあげる。所詮褒美で釣った忠誠心当てにはできない。ごめんね女王様、ご褒美がもらえなくなるのはちょっと惜しいけど。兄弟喧嘩はもうたくさんなのよ。
お前もこやつらの仲間だったとはな。かくなる上はわらわが直々に相手をしてやる。おやめください。どうかお怒りをお静めください。私は宗主国ゼビオンの戦士オルネーゼ、襲名を受けこの者たちと共にクレティアへやってまいりました。その顔、確かにゼビオンで見かけたことがある。お前がゼビオン王の犬オルネーゼか。クレティア女王、我々がここへ来たのはクレティアを陥れるためでも、女王の首を狙うためでもありません。ジャイワール王を殺害し、オレンカとジャイワールが争いを画策した人物を明らかにするためです。ジャイワール王が殺された。なるほどな。それでお前たちがここへ来たということは、わらわが疑われているということか。我らを捕らえたことがあなたが犯人であるという何よりの証拠だろう。白々しいのはその顔だけにしてほしいものだな。そうそう、もし犯人じゃないって言うならなんで俺たちを捕らえたんだって話だよ。大体ここに来るまでの間だって。ちょっと二人とも黙ってて、まずは女王様の話を聞きましょうよ。わらわがお前たちを捕らえたのはそのような理由からではない。実はな、ジャイワールがオレンカに攻め込むこと、わらわは知っていたのだ。ことが起きる数日前に。未来に起こることが分かっていたということですか。モンスタレア地方から来たある者がわらわの元を訪れ予言したのだ。数日の後、ジャイワールがオレンカと戦いを始めるだろうと、そして後に和解するだろうともな。もちろんそのような妄言、わらわとて最初から信じてはいなかった。だが放った密偵からの報告は全てそのものの予言通りだったのだ。そしてそのものの残した予言がもう一つある。和解した両国が手を組み、このクレティアを滅ぼすだろうというものだ。なんだそれ。そこへジャイマールの王子であるセザールと私たちがクレティアへやってきた。だから警戒していた女王様が私たちを捕らえたのですね。しかしお前たちの話を信じるとすれば、わらわはかの者の悪意に踊らされていたということになる。けど予言を残したという人物は一体どうやってオレンカとジャイワールに起こったことを言い当てられたのかしら。その前に女王の話が真実だという保証はあるのか。悪いが俺は鵜呑みにはできんぞ。それも最もな話だ。ならばこれからすぐにゼビオンへ向かい、名主様に事の次第を説明するとしよう。お前たちの言うこともわらわの言うことも共に真実だとすれば、世界は今危険な状態に陥っているということだ。各国の王と連携し対策を練らねばなるまい。
鍛えておるか。よし、これを授けよう。行きましょう。私ったら大人気。最強の剣さばき見せてやるぜ。また寄ってね。また来てくれよな。何か用かの？
く来たのじゃ。こういうことじゃな。そなたのもとにモンスタレア地方から来たという国威の預言者が現れた。その者がジャイワールとオレンカが戦い、後に手を携えてクレティアを滅ぼすだろうと預言したと。その国威の預言者についての噂はわしの耳にも届いておる。そなたの話は真実じゃろうが。当初は私もそのような予言を信じてはおりませんでした。ですがその後次々と予言が現実のものとなり、以来両国の動きを警戒するようになったのです。なるほど。だけどクレティア女王に予言をしたやつはどうしてジャイワールとオレンカが戦うことになるって分かったんだろうな。もしかするとその人物の話は予言ではなく予定だったんじゃないか。自分が話した通りになるように何か仕組んだのかもしれない。何をどう仕組んだのかは分からぬが、そやつがオレンカとジャイワールを争わせ、さらにクレティアまでも巻き込もうとしたのは間違いないじゃろう。でも一体何のために。わからん。ただその預言者とやらは父を殺した奴のことを知っている可能性がある。むしろそいつがやったのかもしれんな。セザール、早合点してはいかんぞ。まだ分からぬことが多いのじゃからな。いずれにせよ我らはその預言者を急ぎ探し出さねばなりませんね。ではオルネーゼよ、そなたは仲間と共にモンスタレア地方へ向かえ。モンスタレアの三国、モーリアス、ヘルノーク、ダラル、それぞれの王にまみえ、その預言者を探し出すのじゃ。はっ。失礼いたします。どうした、何か起きたのか。はっ、たった今知らせが入りました。ダラルの軍が隣接するモーリアス、フェルノーク両国を急襲。何、一夜にして制圧したとのことです。どういうことだ。一体この
世界で何が起こってるっていうの？何か用かの？よし。
か。さあ、神に祈りを。神のご加護があらんことを。